声帯の場合は中心線がある。剣道は剣は原則として声帯である。例外として真半身がある。剣道は原則として声帯である。声帯と声帯の武道である。声帯の時には中心線がある。中心線を持って戦えば攻撃も防御も強いと言われている。したがって相手の中心線をどう潰すか、しかも自分は中心線を持ちながらどう潰すかということが大切。こう考えていくと互いに中心線を持っている。ポッ君、横から打つ方がよう分かるのか、後ろから打つ方がよう分かるのか、前から打つ方がよう分かるのか知らない。これ、シュッと。これ、こっちになる。これ、中心線なくなったっていう。僕の、ご大夫の方向いとるな。中心線があるという。途中まで中心線が、まあ、僕はずっと持ちながら入っているけど、向こうだんだん中心線がなくなってくる。そのうち近づいたので、ポンとやる。はい、いい角度で打ってください。はい。早くもね、中心線。はい、わかります。こちらから、ね、これ、乗るという。なんで乗るのか知らんけど。これ、入ることによって、こちらも、そのまま。これ、シューッと入ることによって、こっちは。これ、乗って面打った。乗ってついた。というか、まあ具体的に言うと相手の中心線がなくなって、僕の中心線があって、攻撃したということになる。またな。これ、ちょっと振り返った。な。あのぐらいだったら中心線まだある。それで、ふってやって、ふっと打った。こっち向いた。僕真ん中向いてる。中心線。そのまま。これを、まあ、打ち落としているともいいかな。はい。これもあんまり大きくやった。横やって、中心線上でちょっと持ってやってる。だから、これで止まったら。これ、もう打ちてやろうって止まっとった。これ、時間がない。即斬新連続や。じゃあ、そうって言って、ちょっと、分かった。これも中心線を殺すということや。分かるぞ。これ、こうやねえからこうしてるから、もうなんだよ。これ、もう僕の中心線、自分から捨てた。あ、だからこれも上げるのシュッと、ちょっとある。だから、ちょっとあるとポン。ちょっとあるとポン。まっすぐやな。おそれも相手の中心線のところをしない。いいことなの。はい。これ、これ僕の中心線がある。ご対象にはない。なんでやつがついてこなかったから。あれ僕は、はい、これでこういったぐらいやつがついてくる。あ、これやったらお互いに中心線あるから。崩したことにならない。な、崩したことにならない。けど、ご対象についてこなかったら、崩したこと
とこにないや。あ、まだ。これも中心線を崩したという。これは位置を変えて中心線を崩した。ついてこなかったから崩れ。な、いろいろある。よく教えるな。こう掘り込むとこちらから入れるな。これ中心線を作る。こういう方法。私はこのまま打たれた。中心線ない。だから、こうやってやった。一歩で、ポン。中心線。僕はある。答えない。これは、獲物で中心線崩したんじゃなしに、移動で、マイナスのせいな。移動で中心線崩している。だから、あ、みんなこれで、はい。これちょっとやったら、僕の中心線、ちょっとなくなった。よくない。だから、できるだけ小さく。小さく。な、はい。これ、横に貼らんの。こうやって貼るから。あっ、あっ。僕の中心線なくなってる。けど、もう、ゼロで、こうやって。なくなったね。ほな、これ中心線なくなった。な。こういうふうに中心線なくなった。力入れた。横やねん、力入れた。あ、軽く、プッ、プッ、プッ。ほら、またこれ。はい。プッ。ひげ。すげえ。な。こうやって。ちょっと中心線なくなった。あとこれスレーって言ったんですね。これ同じ。これヒュッとなくなった。あっち向いた。ほらこれこう入りながらポン。これ中心線なくして答えた。という。いいんだけど、これいいカットだから。スーッと。これ中心線なくなった。な。はい。で、答えた。はい、釣り上げて。スーッと。釣り上げて。中心線なくなった。中心線なくなった。いろいろある。ついてくる。打ってくる。はい。中心線なくなった。そこです。わかん。全部中心線なくしよう。打てる。中心線なくしてない。なくしてない。僕の中心線残ってる。はい。中心線なくしてない。中心線なくなっちゃう。あ、で、次。はい。打てる。これ。こうしたい。これなんかね。釣り上げた。僕も中心線ないね。けど彼も中心線ないね。これ打ったら流れる。ちょっと後ろから打つしとけよ。彼の剣も流れる。中心線なくなる。けど僕の剣もない。これ、どっちもない。彼の剣。な。あんまりよくない。けど、用があるってや。あ、あるいはどっちもなくなった。できるだけ僕の中心線があって、相手の中心線がないのがいい。これベスト。構えた時は両方ある。
で今みたいに両方なくするときもある。はい。これでこういってこう打てる。中心に外してこうやって打つ。な。はい。こっち中心こっちにどうしてもこれと中心線外して中心線をこれで打てる。はい。な。いろいろある。例えば、はい。はい。これで、何とする数。これ、この間説明した、両方面を持って、こっち側が横へ流れて、僕が流れ。というのを落としたら、これ、はい。グー。これ、中心線外して、相手が流れて、僕が。交差好きに糸な、これな。交差打ちみたいなもんやな。そんな名前ないけど。まあ言うたら交差して、五代の流れ、交差好きもそうやな。交差して、相手の好きが流れるように。これは、交差打ち言うともいいな。そんな言葉ないけどな。交差して相手が流れる。わーこれも、筋がなくなる。こういうふうに、筋がない輪だもんね。例えばね、はい、これで何と言うよ、これでこうって、ほんならちょっと、はい、はい、ここでは僕の筋があるから、だけどこれが出た時、まあ筋がなくなっている、はい、筋を 100% 言うとったら。ちょっと技がない一応けど要するに筋を崩してやっていることには間違いない筋がな、すり上げどう、はい、そう、すり上げどうほな、筋が分かるでしょう、はい、はい、すり上げ、筋があるねこれは筋重視でやってるな、はい振り上げ、やっと、ちょっとこうなったら外れていると、ここまで来るからやっぱり中心線にこだわるそういうふうに原則中心線で攻めるし原則中心線で守る原則相手の中心線をなくするけれどちょっと例外もあるというふうに理解してもらわんとだから普段攻めるの中心線から攻めるわけまずここから攻めるわけな攻めるも守るも中心線考えこれは2頭でも1頭1頭でも同じことやな今は1頭と1頭で言うたけど大頭と大頭で言うたけど中心線をやっぱり中心にして、まず、刀の中心線というのを勉強してくれると思います。それから、もう時間はないけれど、自然体、な、できるだけ守ってほしい。剣の自然体はちょっと広くて、こういうのが自然体になるけど、剣の自然体というのを知ってほしい。これ、あんまり崩さんようにな。な、あちこち動くけれど、まあ、足とこんな手もあるし、な、いろいろあるけれど、やっぱり自然体を力抜く、背筋伸ばす、相手見る、しゃがんだりしない、極端に膝曲げたりね、しない、いい姿勢でやる。この自然体で中心線を持つ。相手はできるだけ、逆やの方向に持っていくのがまず基本的な最初の戦法へまたまあ基本は1対1やからこれ 2-3 になったら自然体がこっちが中心自然体とこから相手が攻めてくるからごっつい難しくなるけども実はそれ叩くことだからなまたそんな話もするけど今は1対1の自然体の
中央線の話をした。何か質問あるか。はい、大丈夫です。終わった。はい、ゆっくりやったから、ゆっくりバーしたら分かるな。その技術知っとうな。はい、ゆっくり2分の1の速さにするとか、ね、できるやろ。はい、よし、もう今日はこれで終わろう。はい、行って。